まずはエリンギ、これがめちゃくちゃ美味しいです。いきます。水分が抜けて身がギュッと詰まってる。皆様こんにちは、イートキンコングです。今日は野菜の唐揚げご紹介します。今日使う食材はレンコンとエリンギ。今日の工程で野菜の唐揚げを作っていただくと、もう鶏肉より満足する唐揚げ、実は野菜でできてしまいます。それではいきましょう。それでは野菜の下処理からやっていきます。まずはエリンギ、大きいものは縦に4等分にカットします。今日は4本とも大きいので4等分にしますが、小さいものは縦2分の1カットでいいと思います。こんな感じ、エリンギカットできました。続いてレンコンです。レンコンは皮を剥いて輪切りにします。で、今日のレンコン結構大きいので、まず縦に半分、半分にカットしたらだいたい1センチぐらいにカットします。レンコンのカット終わりました。これで下準備は完了。ここから今日のポイントです。前回こちらの動画で紹介した、そう、これです。100均の干すやつ。今日のポイントはこれです。野菜を干すことで水分が飛んで旨味凝縮します。栄養価もぐんと上がります。ということで今回もレンコンとエリンギを干していきます。はい、こちら100均で購入しました。2段になってて、ここにチャックついてる感じ、はい、ここに食材を入れてベランダで干すだけ。下の段にエリンギ、チャック閉じます。これで一晩は約10時間です。ベランダに干すだけ。ベランダで一晩干しました。出してみます。だいぶ乾燥してます。さらにレンコンの方がよくわかると思う。こんな感じ、水分がある程度抜けてセミドライ、中はまだちょっと水分あります。外はしっかり抜けてます。この状態。それではこれを唐揚げにしていきます。エリンギとレンコン、今日はそれぞれ味を変えていきます。唐揚げの下味をつけて片栗粉をまぶしていくので、洗い物削減のために調理袋を使います。みりんと醤油を各大さじ1杯入れていきます。
さらにニンニクです。小さじ1/3杯。ここまでは一緒です。ここでレンコン味変えます。カレー粉、小さじ1/2杯。一旦下味をなじませます。下味がついたら最後に片栗粉をまぶします。大さじ1杯半から2杯ぐらい様子を見ながらまぶしてください。それでは揚げていきます。それでは油で揚げていくんですが、注意点一つだけ、醤油やみりんで味付けしている唐揚げ、今日は野菜ですけどね、醤油やみりんは焦げやすいので、あまり高い温度、まあ170度とか180度で揚げてしまうとすぐ焦げてしまいます。なので低めの温度からじっくり揚げていきます。これぐらい入れた瞬間ジュワーってなってしまうと温度が高いので焦げてしまいます。あんまり低い温度でやったら片栗粉外れていくやんと思うかもしれないんですが、ここで触らなければそれほど落ちません。めちゃくちゃいい香り、もう鶏の唐揚げ揚げてるのと同じ香りです。続けてカレー味のレンコンも揚げていきます。はい、これで干すことで美味しくなる野菜の唐揚げ完成です。こんな感じ、美味しそう。それではいただきます。まずはエリンギ、これがめちゃめちゃ美味しいです。いきます。うわー、うまい。水分が抜けて身が
ギュッと詰まってる。そしてこの後からキノコの旨味がもうすごい。干さないとこの味は出ない。めちゃくちゃ美味しい。今までのエリンギの概念変わります。続いてレンコンいきます。これもカレーの香り、めちゃくちゃいい。ワクワクする。いただきます。ああうまい。噛んだら噛むだけうまい。ああカレーの香り。うわあ美味しい。カレーの唐揚げってめっちゃ美味しいね。もうカレー粉ちょっと入れるだけでもう全然違うものになります。めちゃくちゃ美味しい。はい、ということで本日は野菜の唐揚げをご紹介しました。ちょうどね12月から、まあ、2月ぐらいにかけてめちゃくちゃ寒いと思います。ただ外の空気ってひんやりしててめちゃ気持ちいいじゃないですか。その時にねぜひ野菜干してください。今日紹介した青いやつ100均で売ってます。あの中に入れて一晩は約10時間です。10時間干すだけで旨味めちゃくちゃアップします。そして嬉しいことに水分が抜けるので栄養価もグッと上がります。ぜひこの冬は野菜を干してあげる、やってみてください。今日の動画が参考になりましたらぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。イートキングコングでした。